4月27日は、グレゴリオ歴で年始から117日目にあたり、年末までは、あと248日ある。小電義国、ネルソン・マンデラ、南アフリカ共和国の大統領に選出。画像は1993年に、ビル・クリントンと会見した、マンデラメディアを再生する超大型旅客ケアバスウェイ380、初飛行。ヘルプ、音声。 動画の再生ソ連の爆撃機、ツマイナス16の初飛行第3回南北首脳会談に、臨む韓国のムンジェイン大統領と北朝鮮の、金正恩朝鮮労働党委員長フェミニズムの、先駆者、メアリウルストンクラフト誕生。発明家、サミュエル・モールス誕生。画像は、モールス電信機哲学者、社会学者、ハーバート・スペンサー。新潮末期の詩人。 政治家、高潤権指揮者、トーマス・ビーチャム。莫大な資金をもとに、ロイヤルフィルハーモニー還元楽団を創設した三冠王を二度、獲得した大リーガー、ロジャース・ホーンスビー建築会を、民兵。画像は、ルーブル美術館のピラミッドフェルディナンド・マゼラン、フィリピンで、ムスリムに敗れ戦死。画像は、マゼランのホブネ・ビクトリア号作曲家、ピアニスト、 アレクサンドル・スクラービン・ボーツ。前奏曲第1番オーパス、11から1を聞く、現象学を提唱した哲学者、エトムントフッサール。哲学の日。ソクラテス、毒人参を仰ぎ消示画像は、ジャックル・イ・ダビッドが。世界生命の日。ありがとうございます。